わっちゃきわっきー森の都の株式総研ガチャチャ研究家のわっきー寛陽です。今回はコラボレーションということでわそれが怖いんですよ先生。それがってなもう黙ってずっと見てるやつだぞ。いろんなテレビ見ても雑誌もこんな感じでいやいやいや今日はね何もだって楽しくないですもん。何も今飲んでよ記憶の扉のドアボーイ山下ね。はい、平成、平成レトロの平成ね、一緒に走っていく、みんなと平成する、今日一緒に走る、みんなと平成する、平成、いいよ、もう、いいんですか、ずっと運転だろ、俺、今日ずっと運転、朝から、はい、ね、今日宮城、仙台来て、まあ、別件で来たんですけど、平成で、朝の8時半に、南仙台駅でピックアップしてから、リサイクルショップ、そうです15件っすよ、15件。記録じゃないですかこれ。いや記録っていうか俺もう記憶が飛んでますよ逆にね。確かにもう覚えてないですよ最初の方。なので一応ねその15件回った時のまあ戦利品っていうんですかね、はい、ディグとは言いませんよ。戦利品もねあれなんですよ、ね、あのなんていうの戦争用語だから使うのやめましょうとか言われるんですよ。言われるんだ今ね。戦利品もディグも買ってきたもの、はい、保護品あとなんか、はい、メロさんの方では、はい、買ってきたものを紹介するんですけど、はい最終の時間まで1時間切ってるんですから、ね、パパに行かれたらダメですね。あの僕は今日新幹線で東京に戻りますので、はい、最終 の, あの新幹線近づいていてですあの本当に余談ですがここどこですか。いやもうだでかくしてきてますから、ね、そうですね、はい、もう先行きますよ、ね、まずこれあのメロさんおすすめでねあのこれ普通のショルダーバッグかと思ったら、はい、光源氏だった。そうですどこにも光源氏って書いてないですよ。大きくアクションになってますから。あ、そうなんですか。これいらないですかこれ。あ、いいと思いますけど、あった方が編集しなくて時間ないんでしょ、はいはい、一応この中にね、今日買ったものがあって、はいまあ、これはね、角田で買ったやつですよね。なんすか。あ、そう、すごかったね。角田がもう分かるんですよ。これ地図出るんですか。それから出ないです宮城県角田市で調べてます。これ一応、あの渡りのね、雑多市っていうところでね、まさかですよね。そうです。こんな早くって言われたでしょ。うん、いや、回転待ちです。そうそう。ちょっとね、いいなと思ったのが、うん、イデオンの片っぽが透明になっているプラスチックのスケルトンじゃないですか。さらに当時のね、お菓子まで入ってるんですよ。あ、うん、でさらにこれコンバトラー V の多分お菓子が入っている。ほらなんすかこれ。ちょっとこれお菓子が入って首から下げるやつの水筒じゃないけどなんかそういうやつ下になんかあったんですよ。そうそうそう下にね、うん、こうなんか、うんなんか棒があったと思います。まあ、この上の部分がこれはこう稼働するわけですよ。コンバートが好きな人は好きだと思いますよ。ただガチャガチャじゃないんで、はい、もうちょっと興味持ってくださいこれはいそれ東京だったらもっと値段しますから払いますって言ったんですよ。払いますって言いました。もうちょっと払いますよ言わないよだってそんなところでリサイクルショップで値段出てんだからその金額で買うに決まってんじゃん。なるほど。買えなくなるあれメロさんだよ。そうだよ。でそれでその角田に行った時に、はい、これまずいいなと思ったのはこれ、うん、まだちょっと世代違うかもしれないけどこれ戦艦大和の丼。あ、これもしかしてあれじゃないですか、うんうん、あの盛岡の大和じゃないですか。違うかな。この違うのか大陸商品違う多分戦艦大和だからえ、あれ大和じゃないですか。あの盛岡冷麺。あ、盛岡冷麺大和ですね。いやでもこれ使ってた。なんかでもなんかラーメンマーク入ってませんでした丼に。でもなんかでも確かにヤマトのロゴです。ヤマトのロゴだしこれ飛行機もそう。いやそうじゃなかった。カタカナのヤマト。ちょっと待ってよ。そうだ。これ盛岡の冷麺ヤマト好きだけど、はい、その丼ぶりも1000円ぐらいで買わないよ。やめてよ。いやいやコラボだったらレアかもしれない。かな。でもちょっと多分これ宇宙戦艦ヤマトを少しこうパチった感じじゃないかな。なるほど。これはちょっとかえこれパチった。うん、確かにパチった。でねではない。あとソフビこれがね後ろにね。日活って書いてあるんですよ。多分ガンパポロンガンパポロンです、うん、ウルトラマンエイティのユリアンっていう。あーはいはい女子戦士ね。これね後ろ見るとね、うん、刻印があって1980何年って書いてそこまで見えなかったんですけど多分当時のものですね。釜石大観音じゃないですか言うんだったら中山大観音先生知り合いにあるんだから伊集院光さんがもうすげえ変わってる。中山大観音じゃないんですか。じゃないですよ。いやいや何編集ってんのないですよ編集スタッフいないから。なんか安そうですね。もう安そう。もう全然興味ないから分かんないでしょ。いや多分すぐ磨いてると思うんだよね。いや分かんない。あと一応新し
がちょっと待って、はい、これミニチュアスナイパーって言って今新しいの出てるんですけど、このスジャータ系のやつとあとプチトマトから、うん、これあのスナイパーが重厚だ、これね面白い300円ぐらいのガチャなんですけど、はい、100円で売ってたんで、これ過去のシリーズちょっとですね。で、あと最後にこれちょっとどっかのタイミングで使えるかな、赤い星のネクタイ、はい、ね、これ100円で、うん、お安い、お安い、この辺だったらもう力ないねこれってこれ小これ500円でいいんじゃない、ダメ、小学生安い、安いですね、欲しい、これなんかのイベントで使えるかな、何のイベントで使えますか、今月花座で寄せあるので、はい、これちょっと、まあ、ちょっとこのアメリカンの感じですよねそれ腰がびっくりした、腰、まあ、やっぱ正常期っていう感じで、はい、あとねこれが死ぬんだよ、え、なんすか、あの天下メロという男はですね、一緒にあのリサイクルショップ行くと、うん、これいいですよ、これ買いですよって言ってくるんですよ、いろんなコラボとかで、はい、ちょっとこれが来ます、あれが来ます、いやそんな来ますとは言わないですけど、来てます来てますって言ってるから、俺買ったんですよ、ミスターマリックです、これコメント欲しいですよ、これいらなくねえ、これいやこれねこれとパッと見ただの時計の、うん、なんか小物入れみたいな、小物入れ見えるけど、ちょっとここなんかガラスもあってちゃんとこう三面鏡みたいな、うん、でこれはまたこうティッシュもらいますよ、見てください、ここに真央大地って書いてあるんですよ、真央大地、これね、大地真央さんのタレントグッズ、まあデザインしたグッズですよ、でこれね、まあ、猫が好きなんですかね、でこれ買いですよ、私は大地真央フリークですよみたいな、でそれは言ってないですけど、あ、だからここにまずお部屋の真ん中を演出って書いてあるんですよ、でその真ん中は真央って書いて、その上に真ん中っていうカタカナでマイクってるんですよ、愛人って書いてラマみたいなもんですね、いや違いますよ、それそう読まないです、読まない、日本語だとラマ、日本語だと読まないですから、これはちゃんと真央だと真ん中って、だから自分の芸名なんか本名なんか知らないんですけど、その真央さんのお名前を真ん中にしてるっていうセルフギャグです、まずギャグだろこれ他人そう本当他人が真ん中で真央だよねとかいうのはあるじゃないですか、でもこれ本人がデザインしてるって多分本人のグッズなんですよ、これだってこの商品は女優大地真央のデザイン監修により品質管理され製造したものです、あ、なんかめちゃくちゃと周りくです本当なのか、デザインしましたじゃなくてデザイン監修により、うん、デザインしましたでもいいじゃないですか、まず、うん、またはデザイン監修しましたでいいじゃないですか、うん、この商品は女優第一真央のデザイン監修により品質管理され製造したものですっていう、この回りくどさね、これもまた味わい深いですね、だこれ何がいいかっていうと この紙がちゃんとセロハンテープついてくる、いやいや、だから普通ベタってつける、この紙がなくなったら価値下がります、だってねこの紙なかったら意味わかんない、ちょっと待って、俺使おうと思ったらこれ取るぜ、取っちゃった取っちゃった、ダメだ、取ったこの中に一応ここにマオマオとかって書いてるよ、でもマオ第一だけなんですよ、まあ、このまず真ん中、夢の真ん中で膨らむ夢を演出しました、このポエム、ポエムなんだこれ、これもう松本零士さんにも勝るとも劣らないポエムが書いてあるんですよ、ここに夢まで喋っておらず、なんかそういうこと頭の中で巡らせてこれ買いだってたんですよ、いやこれは買いだ、ただね、これここに花が開いてるんですよ、ここにまたちょっと真央さんとかの、うん、なんかフレームとか、うん、フィギュアとかもあったんじゃねえかなって、これ多分ね謎の穴、いやこれは多分あの欠品だと思うよ、確かになんかここに立ってましたよね、立ってるよね、だってこんな穴だって別に鉛筆入れる穴でもないし、うん、だからここの部分は謎ですよ、だから髪もそうだしさ、なんだろう、でも多分そうですね、化粧台なんじゃないですかね、ティッシュなんで時間を気にしない、この昭和レトロのものを紹介した後にちょっと大きすぎるし、これいつだからそのセリフギャグの部分も自分的にはこの電波少年で、うん、その大地真央、大地真央って聞くのがあったんですよ、確かに、でその大地真央さんにハグさせてくださいって言って、行ってハグしてもらったんじゃないですかね、であとやっぱエンジェルっていう映画を思い出しますね、エンジェル、君の歌、僕の歌、あのいろんなものをやっといて君に巻こうとしてる、小田裕二が大地、これはいらないと思うわ、あれもハグしてたけど、これちょっとアグイエミのためにね、ぜひあのもう聞かないですけど話コメントで欲しい方はぜひ、いやこれみんな欲しいんで取り合いですよね
いや争いの種になりますって、こんなのみんな欲しいですから。これだけじゃないのよ、これいいんじゃないか、あれいいんじゃないかって。でもそれはことごとく自分のカゴに入れてたから、これだけを入れないの。いやいや、これもで俺買った後に買うんすかみたいな顔になったよね。いやいや、だからえ買うんすか。まあこれ個人的にはなんで進めるかっていう中には、もちろんいいですよってもあるんですけど、人は背中を押してほしいってなんですよね。あの迷ってる、特にそうコレクターの人とかって、いやこれどうしようかなって迷ってるじゃないですか、うん、で人が勧めて買うなら買った方がいいですよね。だから僕ガチャガチャコレクターなんですけどこれガチャガチャの感じもないですね。確かに何の関係もない。出てくるのかな、ここからカプセル。いやだから欲しいものっていうか、はい、そういうコレクターの人だったら、あこのガチャガチャ高いけどどうしようかな、うん、買ったらいいんじゃないって言うんだら買うけど、俺多分今日朝8時半にやってこれ買おうと思ってないもん。いやー、ね、そういうだから人生に変化をもたらすっていうのがやっぱリサイクルショップですよ。やっぱ新しい視点が生まれるっていうのは、まあ、現場に行かないとダメなんですよ。これはあの同じもの持ってる方のコメントもぜひ。いやそう、いや、僕の部分が分かんないから。あと第一真央さんのグッズ他にもありますとかね。ああそうですね、これもありました。いやうちのチャンネルどういうチャンネルなんだ。いや、いらっしゃいますよ。分かりました。じゃあ幅広い方が感じで今日は買ってきたな。あのこれだけ一番神さんに怒られると思いますけど、はい、ということでありがとうございました。もう時間も時間なんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、この続き、うん、山下メロのチャンネルにて、はい、私が保護したものをですね、ワッティさんと一緒に紹介するという動画が、俺あんまちょっとありませんよ、あまりにもの多いから、はい、うん、そちらもこれ伸びたらやばいです。ぜひ、はい、そうです、僕帰りたくなるんで、ぜひあの下の方に URL も貼っておきます、はい、よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。わきわきわき、さよなら。これどうするんですか。言った怖っ。